まで行けば段差ないんだけどね。え？あっちの方まで行けば段差ないんだけどね。ということでですね、軽井沢のアウトレットにね、初めて来たクレート桜子です。どうやらね、2人ともお出かけ自体はね好きなのでご機嫌な感じがしますけど、桜子何してんのかな。たまにねこうやってグリ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 ねするんですよね。帽子が気になるんですかね、なんでしょうね。実際にね来てみて分かったのが、軽井沢のねアウトレット、他のアウトレットもね同じかもしれないんですけども、ワンちゃんとね一緒にねカートとかあと抱っこしてればね入れるお店がほとんどだったので、本当にねワンちゃん連れにはね優しいアウトレットだなというふうに思いました。こうしてねたくさんね本当にワンちゃんねいたんですよね。まだまだねこの後もねアウトレットの様子続編をね出していきたいと思いますけれども、今回はねここまででおしまいです。こちらのねお店はねママがね帽子がすごい好きなのでちょっとね覗いてみることにしました。2人ともねもちろん一緒に入店しましたよ。それでは今回の動画が良かったなって思った方は、ぜひチャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いいたします。コメントの方も毎回とっても楽しみに読ませていただいております。ぜひ一言だけでも大変励みになりますので、よろしくお願いいたしますね。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。すごいな、なんか顔が